冷麺とは、朝鮮半島由来の冷製麺料理。朝鮮語では、または、珍珠冷麺ミルミオンチョルミオンルーツは、現在の北朝鮮にあり、平壌と環境南道観光が本場。韓国側には、1950年に朝鮮戦争が勃発した際、南に逃れた北朝鮮出身者を通じて、本格的に普及したと言われている。 本来は寒い冬に暖かいオンドルベアの中で食べる料理で1849年に書かれた東国祭時期に冬の辞職として蕎麦麺に青いや鈴なを入れその上に豚肉を沸いたものを冷麺というとの記述がある現在の韓国では夏の食べ物と認識され大衆食堂は夏の間しか出さないが冷麺専門店は冬も出している大きく分けて 平壌発祥のムルレンミョンと観光発祥のビビンネンミョンの2種類がある。ムルは水の胃でネンミョンにムルが冠されると朝鮮語特有の流音化によりムルレンミョンという発音になる。ビビンは混ぜの胃でビビンバのビビンと同じである。ムルレンミョンは固く締めた麺の上に下味をつけた肉類、ゆで卵、キムチ、金酒卵、梨などを盛り付け、最後に 肉の出汁ととんちみの汁を合わせた、ユッスと呼ばれる透明で淡白な冷たいスープをかけて、供される。朝鮮半島では食器を手に持って食べることは、マナー違反とされているが、ムルレンミオンに限ってはスープを飲む際に器を手に持ち、口をつけてすすっても、よしとする韓国人も少なくない。冷麺に先立って、蒸し肉や、ピンデトや、マンドゥなどをつまみに酒を飲み、 また食前に日本における蕎麦湯のように湯スが出てくることがあり、これは醤油を入れて飲むのがピョンヤン冷麺2の食べ方とされる。ビビン,ネンミョンはコチュジャン、酢、ごま油、砂糖などを合わせた辛いアンニョムで目もあえ、肉類、ゆで卵、きゅうりの千切りなどを盛り付けて強され、食べる際によくかき混ぜる。一般的に観光冷麺として知られるのは、 ヤンニョムを絡めた魚の刺身を乗せたフェネンミョンで、魚はエイカレースケトウダラなどが使われる。類似した料理にビビンククスがある。なお、観光現地では、観光風冷麺のことをノンマグクスと呼ぶ。観光冷麺という呼称は、朝鮮戦争後、南へ逃れた環境道出身者が名声ある、ピョンヤン冷麺に対抗するため名付けたもので、北にはもともとなかった故障だという。 麺は蕎麦粉を主原料とし、つなぎとして、澱粉や小麦粉を入れて練り、穴の開いたシリンダー状の容器で麺状に押し出して、そのまま熱湯に落として茹で、茹で上がった麺をすぐに、冷水で冷やす。平ョンン冷麺は、蕎麦粉と緑糖粉が用いられ、太くて黒っぽく、噛み切りやすい。観光冷麺は、じゃがいもやトウモロコシなどの澱粉が用いられ、細くて白っぽく、 噛み切りにくい麺である。麺は製麺機から押し出したままの長い状態でもられ本来は切らずにそのまま食べるのが良いとされるが、現在の韓国では調理用バサミで食べやすい長さに切って出す店が多い。冷麺が名物の街には、ピョンヤンと観光の他に、京昌南道陳樹市がある。1960年代以降廃れていたが、 北朝鮮で1994年に発行された朝鮮の民族伝統で、冷麺は北のピョンヤン冷麺と南の珍珠冷麺が第一であると紹介され、そのことが南北交流で韓国に伝えられたことを機に2000年代に再興された。現在提供されている珍珠冷麺は魚介出しのスープ、弾力のある太紙麺、細かく刻んだ卵焼きと、 牛肉縮みを盛り付けることなどが特徴である。このほかクズを材料にしたチンネンミョン蕎麦粉だけで作った、メミルレンミョン緑茶を麺に練り込んだノクチャレンミョンなど、麺や味付けの違う冷麺が食されている。夏場の大衆食堂では、ヨルムキムチを乗せた、ヨルムネンミョンがよく出される。地方によっては、トトリの粉を練り込んだネトトンミョンを出す店もある。 釜山を中心とする軽症南道地方では、小麦粉を主原料とするミルミオンが名物となっており、元は北からの避難民がアメリカの援助物資を代用して、ピョンヤン冷麺を再現しようとしたものと言われる。冷麺から派生した料理には他に、軽食堂やファストフード店で提供されるチョルミオンがあり、千切り野菜やゆで卵と甘辛ソースを絡めて食べる。 1970年代に、新川の製麺所で麗麺を製造中に偶然生まれたもので、麗麺よりも太く硬いことが名前の由来となっている。著名な麗麺専門店に、ピョンヤンの玉流館がある。韓国紙の報道によれば、ピョンヤンの麗麺の伝道として1日に1万人が訪れると言われ、2000年に近代中が訪れるなど海外からの旅行客や、 用人が案内される著名店となっている。2007年9月に改装工事が始まり、2008年4月15日の金日生成たんびに新装開店した。東亜日報の取材によれば、韓国よりも麺が1.5倍くらい太くて、麺とスープの色がオード色で、スープは濃い鶏肉の香りを漂わせ、あたかもサムゲタンを冷やしたような感じであるという。一方、 観光の代表的な冷麺専門店には、進行感が挙げられる。ソウル、合成近くのトンムパプさんでは、玉流館で、修行経験がある脱北者のオーナーが、平壌冷麺や北朝鮮料理を提供している。2018年4月27日の半門店での南北首脳会談以降、韓国でも玉流館の冷麺が注目され、同店も話題となっている。 森岡冷麺1939年に神戸市長田で平壌出身の長方ランと前衛宿が開業した元祖平壌冷麺屋が日本で朝鮮半島式の冷麺を提供する現存最古の店である。現在、日本の多くの韓国料理店や焼肉店で定番メニューとして提供されている。日本人の口に合うようアレンジされた冷麺も各地にあり代表的なものに 岩手県森岡市の森岡冷麺と大分県別府市の別府冷麺が挙げられる。森岡冷麺は観光出身の在日朝鮮人一世である青木テ人が1954年5月に開業した食堂園が発祥で1987年にぴょんぴょん社を開業した在日二世のなたつおらが森岡冷麺というブランド名を確立させた。 小麦粉を主材料とする透明感のある太紙麺が特徴である。森岡冷麺の生麺は、さぬきうどんなどとともに、厚生取引委員会から特産、名産などの表示に基準が設けられた10品目の一つにもなっている。別府冷麺は1950年頃に満州からの引上げ者が開業した店が発祥とされる。 和風だしのスープが特徴で、麺は店によって、太し麺と中細麺の2種類ある。食堂やラーメン屋や、居酒屋などでも提供されるメニューとなっており、金属製の器ではなく、ラーメン用の丼鉢などに盛り付けられる。地方によっては、冷麺という言葉はいわゆる、冷やし、中華を指して用いられている。ありがとうございます。